じゃあ、まあ、雑誌ぐらいからちょっと出してもう、はい、いいですか、もう高く上げてこれもまだこれぐらいはまあ大丈夫、これも一斉カバンぐらいはね、中に本が入ってますから重いですね、これが全然全く問題ない、まあ、これぐらいだからこれぐらいまではまあそうですね、余興ですよね、うん、まあ渾身だからもう払いが出ました、お問題ない、今のはこうなんかこう、やっぱ高さがやっぱ必要なんで、高さを用意してございます、木梨さん、これまさか今日初めてやったわけじゃないですか、学生時代からですか、これはもう自分でその時に有吉は全く、はい、結構でもこの高さでもう首きますからね、はい、詰まりますよね、まあ、まず大丈夫、はい、こんなんはい全く問題ない、全くちょっと本当すごすぎてあんまりその笑いにつながらないっていう弱点があるんですけど、はい、問題ないです、これはこれちょっとそれはちょっとあれはちょっとあ、それはちょっと違う、これをこれが直接当たると多分さすがに流血しちゃう、はい、これを一斗缶に入れると、いやそれもちょっとそれはちょっとそれはちょっと皆さん、あ、首が強いんで、あ、今のじゃちょっと首の強さ分かんないですもんね、分かんなかったですね、やっぱパイルドライバー、パイルドライバーか、いや脳天食い打ちという、どの辺がいいですか、この辺がいいですか、この辺がいいですか、かなり有吉君のプロレス好きです、まあかなり好きです、得意技でスリーパーホールドっていうのがあるんですよ、スリーパーじゃない、スリーパーで茶番になっちゃう、首が強かったら、いやスリーパーじゃ茶番、スリーパーじゃ茶番になっちゃう、茶番になっちゃう、ちょっと待って、ちょっと分かりました、そうですね、そうそうそう、ああどこで髪切ってんだよどこで髪切ってんだよ、続いて鈴木さんがアンサーしてくれますね、アンサーチャンス、横浜だよ、あ、避けた、おいおい、いやいや完全にビビってましたもんもういや、もうグデーション、次もグデーション、次もグデーション、次もルール守りましょう、鈴木さんこれ、今日はリングじゃないですか、一回だと一回、いやいや、ここで髪切ってんだよ、横浜だよ、入りました、病気の犬みたいだなこの感じが、この感じが病気の犬みたいな、確実にヒットしてた、今耳じゃなかったですこれに対して鈴木さん お答えになります、アウトバーです、しかし首が強いから、全然平気です。ド M なんで、はい、皆さんが羨ましくしょうがなかったです、ザギが大好きなんですよ、M なんですよ、ド M なんで、ド M なんで私、はい、今日のド M サークルっていうのは、はい、春日の大好物、そうなんです、サークルの中から何をされても出ない、出ないものは用意してございます、水鉄砲、そして熱湯ですね、60度のお湯が用意してあります、それからこのグローブですね、じゃあ皆さん用意は、はい、大丈夫ですか、それでは今週の第1週オードリー春日でド M サークル、イエーイ、おーちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ド M サークルから出ないじゃないの、なんだよ、絶対出ないですよ、出てる出てる十分、せっかく今まで
いい流れでこう元気なくなっちゃった。元気なくなってない？スリーパーやってもらう？いいじゃん。じゃあスリーパー やってもらいながら、じゃあドエムサークルってことで。じゃあやりながら今週の第一オードリー春日ドエムサークルスリーパーホールド付き。おお。あっちだ、あっちだ。ドラム缶ダメだ。誰だドラム缶。いやこれテレビ使ってください。鈴木さん無理よ。誰のドラム缶が当たったか、あのプレイバックします。いいね、これはやっぱり前だろ。今あのちょっと VTR で僕違う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 絶対やらないです。絶対やらない。この後ですよ、この後。ほらほら、おいやだ、またか、おそっから。